はい、和田さん、今日は、はい、今日はこちらです。はい、セガンティーニアルプスの真昼、これは日本の岡山県倉敷市大原美術館にある作品ですけどね、はい、人気のある作品ですけども、これはどういうところが気になりました？あれはなんか絵なのに鮮やかというか色がすごいなと思って。明るいでしょ？はい、明るいです。ものすごい明るいんだよこれ、はい、もう実物見ると結構みんなびっくりするんだよ、うん、妙に明るいこの妙にっていうところがね重要なんだよね。これセガンティーニって知ってた？知らなかったです。これ、まあ、その大原美術館にあるんだけども、はい、大原美術館っていうのはさ、倉敷の、まあ、大原家っていうね、もう江戸時代から続く、まあ、豪商があるわけですよ、はい、でそこの大原孫三郎さんが建てた美術館なんだけど、はい、その作品を買うためにね、小島寅次郎っていう画家を派遣したわけだよ、ヨーロッパに、はい、画家の目でこう作品を選んで買ってきた。いい作品がいっぱいあるんだけども、はい、小島寅次郎が1922年に買った作品なんだよ、はい、つことはもうその時点で日本でセガンティーニ有名だっていうことだよ。全然知らない画家の作品は買わないだろ、はい、もうこれは1910年に白樺っていうね、お武者の小路さんのやつとか有島武とかやってた雑誌で紹介されて以来日本でも大人気なんですよ。で、荻原六山って彫刻家がいるんですよ、はい、その人もこのセガンティーニの大ファンで、出身の長野県に六山美術館っていうところがあって、そこすごい人気なんだけど、はい、六山美術館は教会っぽい建物になってんだよ。でそれはね、セガンティーニ美術館をイメージして建てたっちゅうぐらい六山も大好き。斎藤茂吉は知ってるか？なんか聞いたことあるかな。そんな感じか、斎藤茂吉ですら、はい、お前東北の人間として斎藤茂吉知ってないとまずいんじゃないか？そうなんですか。もう割と近代の日本を代表する歌人であり精神科のお医者さんでもあった人だよ、うん、作家の北森雄さんのお父さんだよこの人はだからもともとお医者さんなわけだよ。でだからオーストリア、ドイツオーストリアに留学してたわけ、うん、その留学中にわざわざチューリヒまでこのセガンティーニの展覧会見に行ってるぐらいなんだよ。戦前の話だよ。1924年に留学中にセガンティーニ見に行ってチューリヒで、で歌まで読んでるからね。当時セガンチニーって言ったらしいよチューリヒはセガンチニーにて心たれり、これよりリーギに旅立たんとすっていう歌を読んでる、うん、セガンチニー見ただけで心が足りたぐらい人気があったわけですよ。でこれ白樺派異例とかゴッホとか紹介した雑誌ですよ。で新しき村っていうのを建てて元祖農村暮らしをやった人たちですよ、うん、だからこのセガンティーニも農村を描いてるじゃない、はい、まあ、ある種アルプスのミレー、こういうまあ牧歌的な農民画家として人気があったわけですよ当時の日本では。だけどこの人はそんな生優しい人じゃないですよ。どんな人かっていうとね、ちょっといい写真があったんで持ってきたんだけどねこれどうですかすごい目がガン開きです。どんな人ですかこれ、写真から見てちょっとやばそうですねもうこのチャンネルでもいろんな画家紹介してきましたけど、はい、まあ多分今まで一番かわいそうな画家ってゆとり色だったんじゃないかと思うんですけども、はい、もうゆとり色超えのダントツに不幸な少年期を送ってるんですよ。だからもうこの生涯からして特殊なんですよこの人は。どうしてかっていうとね、まあ、この人は1858年に当時オーストリア領だったアルコってところで生まれてるのね。今イタリアなんでそこだから、そのオーストリア領で生まれた、まあ、セガンティーニってぐらいだからイタリア人なわけ、うん、オーストリア国籍のイタリア人で、もともとの名字はセガティーニっていうらしいんだけども、自分で後から間に N1 個入れてセガンティーニに改正してるんだよね。でこの人が生まれた6ヶ月半年後にこの人の上のお兄さんが
火事で焼け死んじゃうっていう事件があったの。それでお母さん鬱になっちゃって、でもう育児放棄ですよ。でお父さんはあの差し物師、まあ、タンスとかさ、そう大工さんが家でっかい家作るとしたら、まあ、家具を作る、まあ、家具職人さんだと思っていいかな、はい、仕事探してあちこち行って仕事する人だったんだよ、はい、だからうちにいないんだよ。だからこの人はもうちっちゃい頃から完全にお父さんにもお母さんにもネグレクトされた状態で育ったわけですよ。でしかも7歳の時にそのお母さん亡くなっちゃって、でそのまあお母さんは5歳だったのね。でお父さんの先妻との間に生まれた、まあ、だから異母兄弟のお姉さんに預けられるんだよ。だけどそのお姉さんもいやもうそんなあんまり会ったことのないね異母兄弟だしみたいなことで、まあ、構ってくれなくて、まあ、ちょっとした虐待状態で、この子はもうだからそのたんびにしょっちゅう逃げ出してたんですよ。でそのうちお父さんも旅先で死んじゃって、仕送りも一銭も入んなくなっちゃって、どんどん貧乏になっていって、でますます虐待が加速するっていう状態だったのね。でここがすごくびっくりするところなんだけど、義理のお姉さんがこの人のオーストリア国籍を取り消す申請を役所に出してるの。理由に関してはこの子がほら虐待で逃げてばっかりいたでしょ、だから逃げられなくするためだっていう説と、それからミラノで働くためにね、イタリア国籍に変えるために出したんじゃないかっていう説もあるんだけど、でもイタリア国籍の申請はしてないので、結果無国籍になっちゃったので、生涯無国籍なのこの人。だからパスポートがないの。結構有名になっても他の国に行けない行けないんだよ、うん、それであの画家になってからこの人、まあ、スイス領内で暮らすようになるんだけど、有名になってからスイスが何度もいやスイスの国籍出しますよって言うんだけど、なんでかこの人は僕はイタリア人ですからって拒否し続けて、生涯無国籍なの。なかなかそういう人いないんだよ画家の中でも。おいで虐待されて、で逃げ出しちゃって、で1870年12歳の頃にミラノで不老人になってて、ストリートチルドレンになってて、それで盗みで捕まって、それでいわゆるまあ少年院っていうか更生施設だね、更生施設に入れられるんだよ。でそこの更生施設で手に職つけろっていうんで、靴の修理みたいな訓練はあるんだけど、いわゆる勉強は教えてくれないわけだよ。だからこの人は無国籍もすごいんだけど、30過ぎまで読み書きができなかったの。で後に奥さんが教えて、30過ぎでようやく読み書きができるようになったっていう。だからもう小さい頃からネグレクトと虐待で育って、でストリートチルドレンになって無国籍で読み書きができないっていう壮絶な少年時代を送ってるんですよ、うん、だけどいいこともあって、そのいわゆるその少年みたいなところに、まあ、神父さんがいるわけじゃん、はい、キリスト教のことを教えたりするの。神父さんがこの子絵がうまいっていうことに気がついてくれたんだよ、うん、この子は絵の才能があるっていうことに気がついてくれて、でいろんな絵を見せてくれたり、フランジェリコの絵とか見せてくれたり、君は画家になったらいいんじゃないかっつって励ましてくれたんだよ、うん、まあ、それでまあ俺はなんだ絵で食っていけるのかなとか思い始めた。でそうこうしてるうちにお父さんの先妻との間のお兄さんがいたんだけど、ナポレオネっていう お兄さんなんだけど、その人がミラノで写真館をやってそこそこ成功したわけ、うん、それで義理の弟をね、あのセガンティーニがね、いつまでも少年院入れてちゃかわいそうだってんで引き取ってくれるんだよ。それでその写真館であの働きながら絵の勉強とか自分でやることになるんだけど、写真館で働いたおかげでさ、この人写真に詳しいのだからね、この人写真多いんだよ。当時の画家でしかもそんなめちゃくちゃ裕福でもなかった画家なんだけど、割にこの人写真が多いっていう特徴が
あるんだよね。で1875年17歳の時に、まあ、ミラノに今もあるんだけどブレラ美術アカデミーっていう、まあ、ミラノのいわゆる美術アカデミー学校ね、うん、そこに入るんですよ。そこがすごいなと思って、読み書きできないんだよこの人、うん、読み書きできないんだけど絵さえうまけで入れるっていう、そこがすごいですよね、うん、でももうやっぱり絵はうまいからとにかく、まあ、そこでみんなにあのすげえなみたいな話で友達もできたし、あと当時あのミラノではねスカピリアトゥーラっていうなんか放発主義髪ボサボサのやつらみたいな意味らしいんだけど、そういう要するにあのボヘミアンなアーティスト集団があったんだよ。そういう人たちとかとかも付き合ったりなんかしてあの絵を勉強していくんだよね。それで21歳の時、17歳だから初めて絵の勉強をちゃんと始めるわけだよ。そのわずか4年後にこの作品サンアントニオ教会の内陣っていうこの作品がミラノ美術協会の買い上げになるわけですよ、うん、わずか4年でこれですからね、やっぱりただもんじゃないですよ、うん、でその頃に美術学校で友達になったブガッティっていう画家がいるんだけど、うん、その人の妹、まあ、ルイジアナ・ピエリーナ・ブガッティって言うんだけど、通称ビーチェっていう人がいるんだよね。でその人とも仲良くなって結婚することになった、まあ、生涯の伴侶も得たわけなんだけど、はい、ここで一つ問題があるわけですよ、はい、この人どうなってたっけ。どうなってた。国籍がないんだよ、籍がねえんだよこの人、結婚しようがないんだよ。だから 結局、はい、なんですか、今でいう事実婚みたいなのになるじゃないですか、はい、イタリアほらカトリックのあれだから、何あんたたち入籍してないのみたいな、ちゃんと教会で結婚してないのみたいなことになるわけですよ、はい、それで、まあ、人目を避けてでミラノからちょっと離れたね山の方のプシアーノっていうところに行くんですよ。でそこからまたカレッラってところに移るんだけど、ここがまたこの人の人生の3つ目の大きな特徴なんだけど、どん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 標高の高いところに移っていくの、はい、まあ、ミラノがねだいたい標高120メートルなんだよ、うん、でプシアーノっていうのが257メートル、うん、でカレッラっていうのはちょうど山のところだからだいたい300メートルから800メートルぐらいまで、うん、だ120、257、800ってどんどん高いところに登ってくんだよ、うん、以降この人どんどん高いところに登っていくから、ね、まあそれでも、まあ、事実婚とはいえ結婚もして、うん、画家としても認められて、でまた非常に頼りになる友達もできるんですよ、うん、これはセガンティーニが描いた、肖像画なんだけど、うん、この人はヴィットーレ・グルビシーっていう人で、画家でもあるし画廊も経営してて画商でもあったんだよね、うん、でいろんな国のあのアートのことよく詳しい、いろんな国に売りに行ったり作品見に行ったりしてから詳しい人だったんだよね、うん、でこの人がセガンティーニの面倒見るよって言ってくれたわけで、この人が生涯支えてくれることになったんだよね、うん、でセガンティーニはさっきも言ったようにさ、なんせ国籍ないからさ、うん、自由にあちこち行けないんだよ、うん、でそういうセガンティーニにこの人がいろんなヨーロッパの美術の動向を教えてくれるわけ、うん、で最初にこの人がミレーとかバルビゾン派の人たちだよね、あとオランダのバルビゾン派って言われたアントン・マウフェ、あのゴッホのいとこの旦那でゴッホが一時絵を教わってた人だよ、うん、ハーグ派って言うんだけど、まあ、オランダのバルビゾン派みたいな連中がいる、だそういういわゆる農民画家の作品がどうもフランスで流行っとるぞみたいなことを教えるわけだよね、うん、であと印象派の連中は外で描いてるらしいぞみたいな、うん、そんな話もしたりして、こう農民の暮らしを描いたり外で制作したりしていこうっていうのを始めるんですよ、うん、でこの農民の暮らしを描いた、うん、作品が3作品これも日本にあって、これは国立西洋美術館にあるんだよね、まあ、一つはこれなんだけれども、これ風敵を吹くブリアンティの男たちっていう、
風笛ってあんなのバグパイプだね、ここバグパイプ吹いてるだろ、ブヒー、これも農家の土間ですよ、鶏がいてひよこがいて牛がいて、おばあさんがなんかあの毛糸つむいでて、これ子供こうやってカゴに入れられちゃってもう昔の子供ってみんなそうだったんだよ、もう商売やってるうちの小屋なんかもみんなもうみかん箱入れてそのまま放置されてたねみかん箱これ農家、これ国立西洋美術館にこの同じ時期のこういう農民の暮らしを描いたセガンティーニの作品3点あるんだけど、西洋美術館の方は誰のコレクションが元になってたっけ、松方コレクションですよ、松方幸次郎ですよ、川崎財閥の、だから松方幸次郎が買ってるんですよ、まあこういう、まあ、バルビゾン派みたいなミレーたちみたいな絵ですよ、で1883年25歳の時に、まあ、これ第2バージョンなんだけど、これ湖を渡るアベマリアっていう絵なんだけど、なんかマリアのこう羊を乗せて船で湖を渡ってる絵なんだけど、これちょっと3年後に描いた第2バージョンなんだけど、この第1バージョンでアムステルダム万博で金賞を取るわけだから、国外でも名前が知られていくようになっていくわけだよね、順調に名前を上げていくんですよ、でよしってもっと農村の暮らし描いていくぞっていうことで、子供も生まれたりして家も手狭になったからって言って、もっと高いとこ行こういよいよスイス領内に入っていくんですよ、でサボニンっていうところ、ここ標高1200メートル1207メートルに引っ越して、でその時に住んでたセガンティーニの家まだ残ってるんですよ、でこれはセガンティーニ通りってなって、ここに住んで、でバリバリ仕事を始めていくのね、でさっきセガンティーニ結構写真が残ってるって言ったけど、こんな感じで戸外製作、これはちょっと写真用にだいぶシチュエーションつけてると思うけど、でこれ奥さんなの、奥さんのビーチェで、セガンティーニが絵描いてる間奥さんがずっと横で本の読み聞かせをやってたの、でその後その本の内容とかあれしながら字を教えてあげて、それでこう読み書きできるようになったの、セガンティーニが。で子供もですね、三男一女に恵まれて、ほら大家族、これ奥さんでしょ、ビーチでしょ、男の子3人と女の子1人、でこの人ずっとよく尽くしてくれたお手伝いさん、あの人でね、バルバラ・ウッファーっていう人で、通称バーバってみんなに呼ばれてたんだけど、この人コリアなんかのモデルもやってくれた人なんだよね、でこれまあ一家円満で楽しく暮らしていたんだけど、ここでさ、もう一個そのセガンティーニの特徴が分かると思うんだけどさ、でかくねえか、でかい、めちゃくちゃでかいんだよこの人、ものすごくでかい人だったんだよ、でまあこうやって三男一女に恵まれて、お家もできて、標高1200メートルの高地で外で描き始めると、いうことなんだよね、でその頃ですね、友達このグルビシーが、パリでは天病っていうのが出てきて、あの新印象主義っていうのが出て、ものすごい明るいぞと、それで俺もじゃあそれやってみようかなってなってですね、画風が変わってくるんですよ、こんな風にだいぶ急に明るくなってくるんですよ、これで元ネタ何かわかる、言ってみ。落ち穂拾い。そう。ミレーの落ち穂拾いを完全に下敷きにしてるんだけど、明るい落ち穂拾い。ああ、そうですね。だからここからその明るいセガンティーニが始まるわけですよ。おいで。これ。これは大原にあるアルプスの真昼っていうのと同じ台なんだよ、同じアルプスの真昼、ほぼ同じ時期に描かれた作品なんだよ、もうこのど明るい描き方に一気になってくるのね、でなんでこんな明るいんだっていう話なんだけど、それはまあその新印象主義のね、天平のこととかを
グルビシーから聞いたからだよっていうのはあるんだけど、うん、この絵とかをよく見ると点描では決してないんですよ。ちょっと拡大してみたんだけど、うん、スーラとかが点でやったのを細かい線でやってんの、うん、線点描みたいな、うん、これセガンティーニの独特の描き方なんだよ。だからスーラたちは最新の方や光学理論とかを勉強してそれを応用してやったやない、はい、だけどこの人は何しろ読み書きできない人だからそういう難しいことは分からない。経験則で独自のこのやり方でこの明るい表現っていうのを確立したんだよね、うん、これはあのさっき言った斎藤茂吉がチューリヒで見た時もこう近くによってこの書き方をよく見るとすごく独特だって言って、うん、糸くずみたいな線でいっぱい書いてあるって言って、うん、驚いたけど、この独自の表現方法でそのスーラたちの点描とは違った形でこの明るさの表現っていうのをやった、うん、でそれにしても明るすぎるだろうっていう話なんですよ、うん、でそれはやっぱりねここが明るいんですよ妙に。でなぜ妙に明るいかっていうとやっぱりね1207メートルだからなんですよ、うん、高知独特のその空気が薄くて澄んでるっていうのはやっぱりちょっと物の見え方違ってくるわけだよね。でこの人はやっぱりほらこんな目してる人だからその物の見え方の違いを捉えるわけですよ。これはなんか下界での物の見え方と違うぞと、なんか妙にパッキリ明るく見えるぞと、これをちょっと俺は描いていこうっていうふうに、まあ、なっていくっていう。空気きれいに澄んでるとだけどなんか妙に死の匂いのする場所なんだよ。このお母さん木に巻きつかえて身動きできなくなってその木の枝が急に赤ちゃんの顔になっておっぱいに吸い付いてくるんだよ。でついにもっと高いところに行こうってなるわけです